赤星、赤崎、柏瀬、赤星マジマジTVです。さあ今回極太麺ぶっとん町田店です。ぶっとん、ぶっ豚じゃないですよ。ぶっ豚、ぶっとんです。ぶっとん、さあ見ていきましょう。小田急線町田駅北口からまあ徒歩6分のお店でして、はい、こちらなんともともとですね、サブロー町田店だったんですね。あ、はい、昨年リニューアルしてぶっとんになったというお店なんですが、はいはいはい、実は他にも厚木店、八王子店、成績桜ヶ丘店など続々とですね、なぜかサブローからぶっとんにリニューアルしてるんですよ。そうなんです。一体何が変わったのか見ていきたいと思います。はい、発見を見ます。ラーメン、油そば、ぶっ飛ん流台湾混ぜそばなんてのもやってますけども、その他ね、ここに、魚介系ですとかエビ系、まあ辛い系なんかもありますよと、はい、味ができる。で、今回は初でしたが、つけ麺が食べたかったんで、もう、うんうん、つけ麺の豚増しを選択しているということで、たれこちらです。野菜が増し増し、油増し増し、ニンニクと辛味は一応セルフということで、うん、豚でかくないですか。でかいですよ、豚でっか、熱いか。デコ2枚、追加で2枚。サブローよりもですね、麺がこれリニューアルしてるんですね。あ、そうなんですか。ふっとくなってるんですよ、とにかく、ね、とにかくとにかく。ニンニクはね、セルフ卓上にここにあるんで、うん、後ほどちょっと出すのは見て、はい、行きましょう。はい、ね、いいかな。いいですよ。で、ありがとうございます。はい、じゃあ行きますか。ね、じゃあまずはね、豚からいっちゃいますよね。見てください、一個一個がね、熱いっすね、この厚さ、うん、ねー、こう筋が入っててうまそう。いった、うん、ふわふわに見えますが、はい、実は肉肉しい部分が多い、ワイルド豚なんです。これ一口でいくからか。あ、そう、そのせいです、ね、普通はかじるよね、一口でいっちゃいたくなる、はい、そして油はプリップリで、マジでエビみたいな、エビみたいな、プリプリエビみたいな、プリプリが食感が、そう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 、それくらい美味しい。で、野菜次々といきますが、ここもね、シャキ超えてね、ガチガチ野菜ですもん。ガチ野菜ですか。マジでガチ野菜、ガチ野菜か。いい歯ごたえのある野菜でして、で、はいはい、これつけ汁の中に野菜が入って、この標高だから、うん、普通は麺があるじゃないですか、うん、確かに相当下まで野菜が入ってるってことなんですよ。あー、なるほど、いいマシマシなんで、もう野菜の天地返ししちゃってますもん。そんな入ってる、いや、それ天を、天を返した味でしょ。あ、そっか、しないし、天返しです。はい、つけだれはちょっとピリ辛でね、ほのかにラー油の風味がする、うん、染み込みぶうま野菜です。ね、ぶうます、ぶうま野菜ね、ぶ生き返すみたいな、ね、言い方ですけども、マキシマムね、マキシマムザホルモン、マキシマムザホルモンのね、赤星さんね、マキシマムザ赤星ね、やっていきます。超絶家庭で、ね、麺がね、これね、ハスミまではいかないまでも、うん、はいはい、最近のおたき橋のあの麺ぐらいは、あ、なるほど、硬いんじゃないかっていう、太さと硬さ、まあ、おたき橋二郎に麺が似てきているということですね。新宿の、いい感じの新宿の、そう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 、はいはい、サブロー明大前店しか行ったことないんですが、もう全く違いました。あ、そうっすか。全く違うんでね、ぜひともちょっと試しに行ってほしい、はい、行かないと分かんないんだよ、分かんないんだよ、やっぱ行けよってことね。ひなじかね、しかし、もう、スパゲッティのパンチョみたいな粉チーズの入れ方ね。だいぶ入れてきますが、これ実はニンニクですということで、知ってるよ。続けてもミネストローネみたいな漬け汁になってますけどもね、じゃあ例えますね、漬けだれです、これはラーメン、ね、漬けだれですけども、あれだけ入れたんですけども、あんまりニンニクとしてはね、辛くはない、ワイルド系ニンニクなんで、そうそう、はい、僕は入れる価値ありだと思いますよ。なるほど、ね、はい、フラットニンニク、なんか一回なんかやってんすかね、うん、辛味を抑えてるやつ、うん、どうなのかな。ここはね、ご判断くださいと言ってるみたいに。しょっぱレベルをいきますが、はい、これね、2なんです。あ、2が多いですね。自分でシャキッと出しちゃってましたけども、かなりマイルドな返しなんですけども、うん、これつけ麺がピリ辛テイストなんで、これを破壊することなく安全に味変できるってことなんですね。はいはい、味変なんですか、ね、味変、安全味変、入れすぎちゃってもね、入れすぎちゃっても、まあ、安全だよって、安全だよってこと、うん、ただですね、麺が極太激辛なので、はいはい、これつけだれ負けないようにこういったまあ胡椒もね結構入れて、はい、アクセント加えて完食していった方がいいかもねという、なるほど、最後に、はいはい、一言添えておいて、ごっつぁんでーす、はい、食べちゃったねー、はい、いやー、最高ぶっとうさんね、味噌のりか豚も効いてるね。いや、そりゃそうでしょ、何があったんでしょうか。麺もぶっといしね、いや、そう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 、豚もぶっといしね、出しますね、今ちょうど90ということで、90多いっすね、今90多いっすね、はい、ということでね、行っちゃいました、ぶっとうさん。
まあ、あの明大前の、うん、三郎さんはまだ確か三郎さんのままだったはず、うん、マシマシ三郎というね、はいはいはい、ね、だなぜ変えたのかよ。あ、そういうことだ。あ、そうそうそう、詳しい人なんでだろうな。知ってる人いたら、そうそう、ぜひ教えてほしい、うん、ぶっといからぶっとん、あとぶっとんでいいのか、ぶっ豚だったらすいません、うん、赤星さん、はい、明けましておめでとう。え、あん、you